皆さんこんにちは。最近かなりの盛り上がりを見せている平本蓮選手のドーピング疑惑、今回はこの件に関して新たな情報が出てまいりましたのでご紹介します。9月29日開催のヨギボープレゼンツライジン48の追加カード発表会見が21日に都内で行われ、ネットで話題になっている平本蓮選手のドーピング疑惑について、榊原信之 CEO が会見後の囲み取材でも現状を説明しました。会見で榊原 CEO は、ライジンはタイトルマッチやグランプリは厳正なるドーピング検査を行っており、今回も平本選手と朝倉未来選手の尿検体をアメリカに空輸して検査を依頼しています。検査結果は来週に出てくるので皆さんに公表させていただきたいです。どちらかの検体から陽性反応が出ればルールに基づいて対処する、それ以上でもそれ以下でもないと説明していました。囲み取材でも、検査の結果次第です、何が真実で何が真実じゃないか今の時代はわからないので、ドーピング問題ってライジンだけじゃなくて格闘技全体、さらにオリンピックも含めて常に取り沙汰されるものではあるけど、我々は国内では最高峰の検査をやっているし、世界的に見ても WADA 世界ドーピング防止機構レベルでやっているのは UFC とオリンピックしかないと、ライジンのドーピングへの取り組みを明かしました。タイトルマッチについては検査結果は全部オープンにして伝えますと明言。 SNS が盛り上がった昨夜、アンポルキア選手が全員一律で検査すればいいと SNS に投稿してファンの賛同を集めていましたが、費用負担が問題になる、僕らも試合当日に取った検体をレベルの高い検査をしているが全選手というのは非現実的であると思います。ライジンは全選手独占契約でもないので抜き打ち検査なども難しい、我々ができる範囲でやっていることが抑止力になってライジンの検査が厳しいということが理解してもらえたらと現状を訴えていました。現在公式では検査結果はまだ発表されておらず、注目が集まっている状態です。そんな中、ライジン、そしてディープ、無敗の柴田さんが先日 YouTube に投稿した動画が話題になっています。動画のタイトルは平本蓮の電話相手判明しましたというもの。ここで動画の内容を少し紹介します。今日入ってきた情報とある格闘技業界の関係者、ファイターって言っちゃおうかな、格闘家からなんですけれども、平本蓮ドーピング疑惑問題の音声映像があったじゃないですか。 LINE の通話のあの映像、あの平本蓮が通話していた相手は誰なのかというのが具体的な名前が出てきましたので、それを皆さんに教えしたいと思います。平本選手のドーピング疑惑音声なんですが、あれは AI 合成ではなく本当の通話みたいです。相手はディープメガトン級の赤澤選手、平本の元カノの進撃のノアの周りの半グレが平本を陥れようとして赤澤選手に金を渡して釣りのようなドーピングに関わっているような電話になるようにしたそうです。赤澤選手は顛末がすぐバレたので逃亡、代表にも話が伝わりディープは出場停止とのことです。ちなみに平本ドーピングの有無自体はこの情報をくれた人はわからないと言っていましたが、少なくとも自分にドーピングの話などしてきたことはないそうですし、してる風でもなかったそうです。この件でブレイキングダウンの溝口 CEO が赤澤に指示を出していた側だということを本人が吹聴しているみたいですが、事実関係を平本側が行ったところ無関係だったみたいです。何のメリットがあるかわからないですが、やってないのにやったと言っているという謎ムーブをしているそうですという情報をいただきました。さらにはあの通話音声を解析した方がおり、元通りのピッチに近づけたことで赤澤選手で間違いないのではとネットでは大騒ぎになっていました。赤澤幸典選手は日本の総合格闘技団体ディープに所属するメガトン級ファイターです。彼はその圧倒的なパワーとタフネスで知られており、試合では数々の KO 勝利を収めています。年齢や出身地などの詳細なプロフィールは公にはされていないものの、業界内での影響力は非常に高く、ファンからの支持も厚い選手です。赤澤選手はディープメガトン級で長年にわたり活躍してきました。その試合ぶりは常に観客を興奮させ、彼のタフさとフィジカルの強さは一目置かれています。これまでにタイトルマッチに挑戦したこともあり、国内の総合格闘技シーンでは欠かせない存在です。平本蓮選手がドーピングを使用しているのではないかという疑惑が浮上したのは X 元 Twitter 上で復活の日本という
アカウントが疑惑の動画をリークしたことがきっかけです。この動画には何者かが平本蓮選手と電話で会話し、その中でドーピングを使用していると推測される内容の音声データが含まれていました。ただ赤澤選手自身はこの件について公には何も発言していません。 SNS やインタビューでのコメントも一切なく、騒動への関与についての真相は不明なままです。またここで謎だとされているのが溝口 CEO、 謎ムーブしていることが話題となっています。柴田さんは言及していませんが、ホリエモンこと堀江貴文さんが8月18日に実施した YouTube 生配信の中で、朝倉未来と平本蓮のとんでもないネタがあることを溝口から聞いたと発言。溝口さんは3日後ぐらいに出るかもなと話していたとしていました。その後に音声データが拡散されたことで、 SNS 上ではこのネタがドーピング疑惑を指していたのはないかとの声も上がっていました。メリットがなく不意調が本当ならば、自身の今後のブランディングにも影響が出るはずですよね。この件に対してネットでは、赤澤金ないってスダリオも言ってたし、マジやってそう、復活の日本を溝口の会社が運営してる、ライジンライブがフォローしてたの発覚したり、リープの選手一覧から赤澤が消えてて、平本もフォロー解除してたり、いろいろときな臭くなってきてて、草溝口が関わっているのなら鬼木レフェリーの時に必死に好感度上げようとしてきたのに、これでまた好感度だだ下がりで涙だな。朝倉未来は早いとこ溝口を切った方がいいな。謎に出てくる溝口、溝口強靭で草、溝口うさん臭すぎて草、これが本当で溝口も関わってるなら BD は解散でいいだろ。朝倉未来の顔にも泥を塗ることになるし、マジで悪でしかない。自分もあの音声は AI じゃなく平本の声だけど、多少の切り張りと知人側の声を変えることで普通の治療の話をドーピング風に見せかけてるものだと思ってた。スダリオも赤澤が平本のことを陰で悪口を言ってるって言ってたし、スダリオが赤澤はお金がなくて困ってるって言ってたよね。シバターがガチで人を救う貴重映像、ブレイキングダウンなんちゃらこんちゃらって言ってて、もしかして溝口関係かって思ったら、やっぱりえぐいことすんな、マジで。シバターさん本当にありがとうございます。あとこれ決定打だと思うんだけど、バラさんはスダリオ分かってるけど守りたいって感じだよね。なんかまあそんな感じっす。サームズとかステですでにアウトなのに、さらにどうやったらこんな会話になるんだよなど、やはり黒幕が疑われている中で、コメントも大荒れの様子でした。検査結果の発表もされていない中、黒幕の話まで出てきた今回の騒動、今後の展開に注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。